失ってるのかな、ちょっとわかんない。はい、どうもバーチャルシンガーソングライター元住吉七尾です。おはすみよし、おはすみよし忘れちゃうなスマホをグレースケールにすると魅力を失うのかっていう話を今日はしていきたいと思います。発端はですね、発端はですねこのツイートなんですけど、あ、スクショを取っとくべきでしたね忘れちゃいましたけど、発端のツイートを今ちょっと出そうと思うんですけど、まあスマホをねグレースケールに設定するとですね、まあ設定することが iPhone とかだとできるんですけど、スマホに iPhone をグレースケールの設定にすると全然触んなくなるっていう話があって、まあ、これリンク貼っとくんで下に、後で本当に詳しいやり方は見ていただけるといいんですけど、まあ、iPhone の場合はアクセシビリティから画面表示とテキストサイズとかをして設定かな、設定、アクセシビリティ、画面表示とテキストサイズでカラーフィルターってとこからグレースケールにするっていうことをするんですよ。で、そうすると、なんか、すごくスマホの魅力が減って、あんまりスマホを触んなくなるよ、みたいな話があるんです。で、元住吉さん、これ、いつやったんだ ?5 月って書いてあるから、5月ぐらいやってるのかな。まあ、3ヶ月ぐらいやってるってことですよね。なんかすごいな。で、まあ、その感想を今日話そうと思うんですけど、まずね、内部処理カラーなんですよ。なので、スクショを撮ったら、それはカラーで保存されてるんで、だグレースケール戻したら、普通のカラーの写真に戻ってます。だグレースケールどんな感じなのかっていうのはちょっとよくわかんない。よくわかんないっていうか、皆さんにお見せすることができない状態です。で、ちなみにね、今この戻し用紙なのこうやって映ってるじゃないですか。これも実はグレースケールで、私のスマホでは映ってるんですけど、PC に転送した瞬間にもうこれカラーになってるんですよ。うん。なので、あんまり、その、不便になるとか、そういうことはないかな。はい。不便になる、まあ、不便になるところはあるけど。不便に、一番不便になるのは何だろうな。色がわかんないとわかんない、コンテンツってあるじゃないですか。ゲームでさ、色と色を組み合わせる、こう、ゲームとかってさ、パイプラインでつなぐゲームとかさ、そういうのがさ、色が同じだと、同じだじゃない、グレースケールになっちゃうと色が全部一緒に見えちゃってなんかつなげないみたいな取れた取れたみたいになっちゃうまあいいや、それいいんですけど、まあ Mac の画面に飛ばすカラーになると。で、一部のアイコンはグレースケールに対応してグレーになってるらしいです。ちょっとわかんないんですけど。だから画面をスクリーンショットしたときに、ものによって、グレーなアイコンになってるものがありました。LINE がそうだったです。この当時は5月頃。5月か6月頃。はい。で、ネットとか、プライムビデオとか、最近アニメをプライムビデオで見てるんですけど、あと、ダゾーンとか、サッカーを見てる、とかが iPad で見てるんで、まあ、あんま変わんない。ネットをこう、スマホというか、なんかモバイル端末でいじってる時間って、ネットサーフィンしちゃってる時間ってあんま変わんないかな、みたいなのがあります。なんか iPad でね、ゲームいっぱいしちゃうんだよね。で、まあでもビデオをさ、見る関係で、ね、アニメ見るのにグレースケールで 見たらちょっと、ねっていう感じだから、まあそれはしたくないんで、まあ iPad はそのままカラーのままになってるんで、あんまり変わんないかなっていう感じですね。で、
出先で使う分にはちょっと変化があるかなっていう気はしてますけど、まあそれでもあんまり変わんない気もしますね。ツイッター特に文字情報なんであんまり関係ないです。ほぼ一番使うのってカスタムキャストなんですけど、その次が多分ツイッターかメールなんですよ。メールはなんか仕方ないじゃないですか。楽しみで使ってるわけでもないっていう感じの連絡来るからね。そうそう。で、LINE とかもそうなんですけど、ツイッターはなんか、エンタメで使っているわけなんですけど、でも、これもあんまり関係ないんですね。そもそも文字だからとか。いや、そうそう、アイコンがね、判別しづらい。色で、なんか人を覚えてるところがちょっとあるんで、逆に言うと似た色味のアイコンの人は同じ人だと思っちゃったりしてます。まあそこはちょっと不便だったかな。あとね、ラーメンが美味しくなさそうに見えるっていうのはちょっといいとこかもしれない。飯テロにやられなくなりますね。で、YouTube より Kindle をなんか選びがちな感じは最近してます。で、YouTube もなんか私ね、YouTube もなんかエンタメよりもちょっと役に立つようなコンテンツの方が見がちなんで、そうするとあんまり関係なかったりとかもするんですよね。あとラジオっぽいコンテンツとかだと、もうそもそも音聞いてりゃいいやみたいな感じになっちゃうんで、そうなんですけどね。まあ、音聞いてりゃいいや系コンテンツだと YouTube 見ながら、Kindle を、本を読むみたいなながらプレイをしちゃったりとかねするんですよね。はい。まあそんな感じですね。ということで、ということでじゃあもう一つあるんですけど、この効果ね、グレースケール、スマホをグレースケールにしたのか効果。目がね、なんかグレースケール感が出てくるんですよ。なんかグレースケールの世界に目が慣れちゃうんですよ。それで、カラーにしたときに、うわーってなる。うわーってなる。で、あと、目がグレースケール慣れてるから、なんか現実の世界を、ね、こう見渡しても、なんかちょっとだけグレーっぽい感じ、なんか味がしないな、みたいな感じになるんですよ。気のせいだと思うんですけど、まあ気のせい、まあ、全部気のせいだからね、こんなのね。まあなんかちょっと面白いですよね。まあそんな感じでした。まあ結論としては特にないです。面白いからやってみたらっていう。あとそこそこ不便なんで、セカンドマシンがあった方がいいかもしれないけど、まあそうすると、あんまり意味がないのかな。スマホを触る時間を減らすっていう目的が、からはちょっと離れてしまうかなっていう感じですね。というわけで、質問や相談、依頼など募集してます。一応シンガーソングライター系 VTuber なんで、曲の依頼とかもスケブで受け玉あったりとか、DM でもいいよ。してるんで、よろしく。じゃあ、おやすみよーし。バイバーイ。